はい、どうも、鬼丸です。なんだろう、ウィッチャー3のダウンロードコンテンツ、血塗られた美酒血塗られた美酒をやろうと思います。3つの方法でプレイ可能です。ニューゲームか既存のセーブデータを読み込む、それか専用を選択する。まあ、既存のセーブデータ使いたいと思います。さあ、始まりました。ワインの国からの使者。なんかいっぱいマーカーあるけど、あ、オッケーオッケー。おお、なんか変わってるね。だいぶアップデートで変わったね。ああ、掲示板を見ろってことか。はい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 、オッケーオッケー。目に真っ白だな。まずはセブンなんちゃらキャッツアイの掲示板から見てみようか。これじゃないな、これか。リビアのゲラルト殿へ依頼。おお、だいぶ変わってるね。操作しやすくなったわ。クエスト更新、ホロウェイでトゥサンの騎士に会う。どこだ。ここ。なんか話してたね。これがお腹が減って貧血なのかしら。あ、リビアのゲラルト。ああ、ここに座れ、ウィッチャー。掲示板の張り紙を見てきた。イタカ・パルメリー、ホワイト・オーチャードのグリフィン。それを倒した者の足跡をたどれば、いずれゲラルトが見つかると思っていた。ミルトン・ド・ペイラック・ペイランにパルメリン・ド・ローン、久しぶりだな。本当だな、会えて嬉しいよ。あまりいい場所でなくてすまんな。この村を我々が保護すると約束したとき、寝泊まりできる場所として村人が提供してくれたのがこの小屋だったのだ。これでも一番いい小屋だと言っていた。一体何があったんだ。エダニア軍が撤退した後、ここの農民たちは多くの災難に悩まされている。中でも大きな問題は、盗賊が我が物顔で略奪して回ってることだ。そいつらが間もなくこの村に貢ぎ物を取り立てに来るそうだ。ミルトンと私でそれを止めようと思う。二人とも不正や抑圧を見れば、どんな場所でも戦うことを誓った騎士だからな。とはいえ、お前には関係のないことだ。手は借りないが、終わるまで待っていてくれないか。王族と決着をつけたら、お前への要件について話そう。それで、盗賊がやってきたらどうするんだ、戦うのは。パルメリンは、まずは奴らの良識に訴えるべきだと言ってる。私は聞く耳を持つとは思えんがな。ああ、全くだ。一度は奴らが自ら悪事をやめる機会を与えるべきだ。冷酷な悪党でも、忠告を聞いて悪の道から足を洗った者はたくさんいる。この地ではそんなことは起こらんさ。彼らが忠告を聞き入れなくとも、我々が血を流さないために努力をした事実は残る。わかった。もちろんパルメリンの説教が無視されたら俺も力になる。素晴らしい。あとは賊が現れるのを待つだけだな。奴らが来る。聞いたか、盗賊が来たらしいぞ。外へ出て挨拶してやらんとな。やめて。あ、よかった、逃げてくれた。
女がさらわれていく。聞け、卑劣な臆病者ども。俺たちのことか。我こそはパルメリンド・ローンファル。お前たちの黒く汚れた心を浄化してやろう。悔い改めよ。へへへへ、笑えるな。何の見せ物だ。民を餌食にするなど言語道断。なけなしの蓄えを奪うな。恥を知らぬ悪から足を洗え。そうすれば命を奪わずにおこう。最高の冗談だな。大笑いだ。気が済んだら消えろ。俺たちを怒らせたら後悔することになるぞ。いや、待てよゾーグ。こいつら面白いぞ。他の芸をやらせたらどうだ。おい、芸人ども、ジャグリングはできるか。火を吹く芸でもいいぞ。それか、ケツから火を出すやつをやれ。パルメリンはお前たちにチャンスを与えたいそうだ。俺からの忠告だが、彼の言うことを聞け。断ったなら、ツサンの公爵の下で歴戦を生き抜いた騎士たちと戦うことになるな。怖くともの大使など朝飯前だろう。あっちは三人だ。亀みたいに鎧を着込んでる。出直そうぜ。どっかのクソ女の手下だぞ。女と芸人にビビったって笑い物になるぞ。おいおい、公爵を侮辱したな。まずいぞ。聡明なる公爵各界の侮辱を見過ごすことはできんな。詐欺の門に誓ってその地で償わせてやる。まったくだ、悪党ども、剣を抜け。やるか。おいおい、どれだけ待たせるか。硬いぞ。やばい。危ない。敵の数が多い。まだおるんか。いっぱいおるな。切断。あの嫌な打つやつ、鬱陶しいな。あと1体、1体っていうか1人か。なぜ村人たちは出てこないんだ。戦いは終わった。悪党どもを成敗し自由を与えてやったというのに。言ったはずだぞ。村人は悪党どもと同じくらいお前たちを恐れている。祝福のラッパもなしだ。ここはツサンじゃないからな。ああ、話には聞いていたが、北方は気高さが受け入れられない土地柄なんだな。国に帰る頃合いだ。ああ、そうだな。かっこいい装備しとるな。おい、ゲラルト、我々がここに来た目的を話そう。お、トゥサンに行くのか。さて教えてくれ、どうしてこんなに遠くまで。我々は公爵閣下のお言葉を完全な形でかつ儀礼にのっとって伝えねばならん。なぜなら我が国は何より伝統を重んじるだろ。分かっている。世のあらゆる悪と非道を打ち力なき者を守る生まれたかきモンスタースレイヤーゲラルトよ。罪なき者を見捨てず、夫を亡くした妻や親を亡くした子を残酷な運命に委ねぬ気高さを見込み、この召喚に応じたまえ、我が国の町中を血の海にし、あらゆる民の心を惑わす怪物から我が国を救ってほしい。ウィッチャーよ、人々を救うために我が国に来られよ。不幸に見舞われた町の守り手、高潔なるアンナ・ヘンリエッタ公爵閣下の名のもとに。召喚に応じてくれるか。
あんなヘンリエッタが一言一句そう言ったのか。いや、実際は急いでウィッチャーを連れてきなさい。ただし今回は必ず彼一人で来させるようにしてだな。それ以外は自重が付け足した言葉だ。そういうものだ。ああ、そうだったな。私からも付け加えるなら、この依頼には莫大な報酬が用意されている。ただし詳しい話は高潔なる公爵閣下から聞いてくれ。今まで受けた中で最も熱が込められた、そして丁寧な依頼だな。さて、大体の話が分かったところで、その怪物とやらに詳しく教えてくれ。どういう種類だ。それが姿をはっきり見た者はまだ誰もいないんだ。というのも、その姿を見たことを生きて報告できた者が誰一人としていなくてな。見てくれ、この怪物を目撃したと主張する者たちの証言から描いた絵だ。点でバラバラ。おそらくこの目撃者たちは皆嘘をついてるのだ。これまでの犠牲者の数は2人だ。2人目の件の報告を受けて、閣下はすぐにお前を連れてくるよう命じられた。領地と賞金を約束すれば召喚に応じると仰せになってな。状況は良くないのだ。この怪物の足取りはつかめず、人々は奴が黒魔術を使うと噂している。それに犠牲者は2人とも貴族の生まれで、トーナメントの開催も近い。怪物が黒魔術を使う？なぜそう思うんだ？最初の犠牲者は宴会の最中に突然姿を消したんだ。気がつくと窓が開いていて、下から悲鳴が聞こえたという。通りで死体を見つけた者の悲鳴がな。二人目も同じだ。犠牲者の騎士は鍵のかかった部屋にいた。屋敷の中には大勢の使用人がいて、敷地は衛兵だらけだった。それなのに怪物は彼を屋敷から連れ出し、町の広場で殺した。だが姿を見た者や声や音を聞いた者はいない。剣や盾で戦える相手なら怖くない。だがこの怪物は我々の知るどんな生き物とも違う。痕跡を追えないだけでなく、たやすく人を殺すことができ、その動機もわからない。怪物を借り出そうとした者は騎士が黙ってはいないだろう。多くの者がおびき出そうと試みたが、何の成果もなかった。この怪物は頭がいいようだ。あらゆる罠を避け、突然襲いかかる。まるで幽霊だ。経験豊富な追跡者が必要なんだ。それもあらゆる種類の怪物に通じた専門家がな。つまりお前だ。トーナメントと言ったな。公爵はなぜ中止にしないんだ。もう遅すぎるんだ。招待客はすでに到着している。世界各地から名だたる騎士や皇帝陛下のご親族がな。怪物は我が国の臣民だけでなく、外国の賓客をも危険にさらすんだ。なるほど。外国の貴族が死ねばよくて不祥事、最悪は外交問題にもなりかねん。はあ、時々今までに王侯貴族から受けた依頼を思い出してみるんだが、やって得をした記憶がほとんどない。断るつもりじゃないだろうな。いや、ただ公爵の性格を考えるとな、彼女は少し、難しいところがあるだろう。受けてくれるんだな。素晴らしい。すぐに出発しよう。お前を探してこの土地を歩き回ってきたが、ことは一刻を争うのだ。お前たちの準備ができ次第出発だ。よし、では急ぎトゥサンへ戻るぞ。トゥサンへ。これで新しいワールドマップトゥサンに行けるんじゃな。はい、ゲラルトの最後の旅が始まります。もうすっごいロードが長かった。おー、緑豊かな場所なんじゃな。ルサン、ワインと貝の都だ。懐かしい響きだ。おー、美しい国じゃな。何年かでオークレールは変わったぞ。あちこち見て回るといい。その目で変化を確かめてみよう。ブラッド&ワイン。トゥサンのおとぎ話に出てくるような国だからな。遍歴の騎士にエルフの宮殿。浮世離れした変な連中だと言いたいのか。それは決して違うぞ。詐欺の門に誓ってな。おお。
自滅した？生きてる。巨人か。ああ馬が。マジか、早速怪物と戦闘か。剣が、ちょっと待って、剣装備してね。は？は、ちょっと待って、レベル必要レベルが変わっとるじゃん。おい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 、さっきまで装備しとったのに。もうちょいでレベル上がるんだけどな。なんだよそれよっしゃ、パンチで倒してやる。パンチと。どうした、ほい。えい。えい。絶対聞いてねえよなこれ。パンチ。ちょっと待って。それなんかレベル下げて装備できるっていう。なんか食料じゃないわ。なんかあったよな。オイル、冷薬。これか？ダメだ、前はなんか装備に必要なレベル達してなくても装備できるっていうなんかものがあったんだけどな、今回ないな。しょうがねえな、素手で戦うか。当たった、やっとパンチが当たった。おねえ、まさかこんなことになるなんて。大丈夫、難易度は低い。大丈夫、効いてる効いてる、パンチでも効いてる。ほら、不便があるからな、不便で効くな。よっしゃ、不便で追加ダメージ与えれるけな。おらおら、まさか素手で戦うことになるとはな。クリーンが吹っ飛んだ。ほら、パンチ、パンチ効いてる効いてる。これでレベル上がってくれよ。
ちょっと一応効いてる、パンチ効いてる。ほら倒した。苦労した。レベル上がってくれよ。こんな怪物と一人で戦うとは、賢いやり方とは言えん。愛と同じで賢いやり方が正しいとは限らんぞ。それで業務、どちらのご令嬢のためにこの化け物を殺すと誓ったのだ。この世で最も美しい女性だ。愛した女性の名を秘めておきたいんだろう。そうさせてやれ。どなたかは存じ上げないし、騎士のようにも見えないが、心から感謝する。いや、この恩義に報いないわけにはいかない。この怪物を倒した証はあなたのものだ。こんな人里近い場所に巨人がいるとはな、奇妙だ。普通の巨人ではない。名をゴリアテといって、かつては騎士だったと言われている。しかし誓いを破ったために、湖の女神が彼を凶暴な巨人に変え、ゴルゴンの丘に追放したのだとか。丘から戻ってきたのか。なぜだ。年に何度か空腹に耐えかねて麓に降りてくるのだ。何人もの羊飼いがゴリアテに殺され食われてきた。勇敢な業務のおかげで人々が救われたのだ。いずれにせよ、ここで長話をしても仕方なかろう。喜んで証をいただこう。誰かが買いたいと言うかもしれんからな。巨人相手に見事だった。怪物と戦った経験はあるのか。いや、プサンでの相手はもっぱら盗賊だ。だが心に決めた人に化け物の首を捧げると誓ったからな。あの有名なゴッドフリードも巨人殺しで名を馳せたというし。怪物を殺そうとは思っていないだろうな。奴はゲラルトに任せておけ。あいにく他の試練だ。あの怪物についての新しい情報がある。また一人やられた。川で死体が見つかってね。コカトリス邸のそばの川岸に打ち上げられていた。今はダミエン・デラトゥール殿の衛兵が現場を警護している。警護だって？急いで行かないと足跡が踏み荒らされたり、証拠が動かされたりしそうだな。ならすぐに行ってくれ。私は町に向かう。慈悲深き公爵閣下にお前の到着を報告せねば。また後で会おう。トーナメント会場の業務のテントに来てくれ。共に閣下へお目通りを願おう。お、レベル上がった。よかった。クエスト更新、トゥさんの怪物。うん、メインクエストがあるだけみたいだな。あっぶねえよ。なんで急に武器のレベルが変わったんだ。ローチには これでいいや。結構見やすくなったな、だいぶ。でオイル塗っとこう。他の装備品はちゃんとついてるな。あ、よかった。で、ゴリアテの後について、ゴリアテじゃない、ミルトンの後についてくるか。ヨウムは勇敢なやつだ。アルメリンが教育している。ヨウムは彼の親戚でな。平和そうな場所じゃな。
だいぶ綺麗な場所だ。話し方にはどうもなれないな。特に飾り立てた言葉といわゆる普通の話し方を交互にされると混乱する。我々は慈悲深き公爵閣下に使える遍歴の騎士なのだ。閣下のお名前を口にしたり閣下のお言葉を伝えるときは伝統にのっとった話し方をせねば。だいぶマップも広そうじゃな。ここか。誰もいないのか。もう遺体を片付けてしまったようだな。手がかりが残っていないか、あたりを調べてみよう。魚。お、なんか発見した。両釘を打ったブーツ、複数に。岸辺沿いを歩いている。遺体は土手に上がったんだろう。なんかいるな。おい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 、四季の目だ、注意しろ。新しい敵硬いな、結構。やばい、爆発する。スカーボ。おお。血の匂いに誘われてきたか。もっと調べてみよう。ジョッキ。これ調べられるけど。川を流れてきたものはすべてこの浅瀬に流れ着くようだな。ああ、ひどい匂いだ。これは？川を流れてきたゴミか。もっと調べなくては。足跡。血が染み込んだ犠牲者の服の切れ端しかない。質のいい布地だな。被害者は金持ちというわけか。そのようだ。地下、衛兵はこの網を川から引き上げて死体を切り離したようだ。川に入って手がかりが残っていないか確かめよう。衛兵隊は少し前に船でここを離れたようだ。死体をどこかに運ぶためだろうな。なんかある。これは朝網に引っかかってる。金のハンカチ、 DLC の文様が見るからに貴族なのだ。死体をどこへ運んだか分かるといいな。騎兵隊のブーツって強いんかな。弱いな。よいしょ。それで？ここは殺人現場ではない。死体は流されてきただけだ。網に引っかかっていたのを衛兵が引き上げ船でどこかに持ち去ったんだ。死体が腐り始める前に調べておきたい。あの宿屋、あそこの主人なら衛兵たちを見かけたはずだ。彼らがどの方向へ行ったか尋ねてみてはどうかな。めっちゃ見とるやん。誰かが俺たちを見ているようだな。
驚くようなことか。バラバラになった死体が川を流れてきたんだぞ。誰もが注目して、まだ生まれていない孫の代まで語り継ぐ類の大事件だ。川にハンカチが沈んでいて、DLC と書かれていた。心当たりは？ドラクロワか。バカな。彼が怪物に殺されたというのか。そのようだな。知り合いか？遠い昔のな。かつては親友だったが、別々の道を行くことにしたんだ。極端な性格で、どんな場合でも仲間の味方をし、敵に対しては最後の最後まで食い下がる男だった。彼に敵はたくさんいたのか？いかにも。だがそれと怪物に何の関係がある？なあゲラルト、人にはあまり思い出したくない記憶もあるんだ。遠い昔の話だし、今話すようなことでもなかろう。そうだろうな。話は後だ。酒場に行ってみるとしよう。私は長いはできない。宮殿に戻らねば。トゥサンに戻ったばかりじゃないか。高潔なる公爵閣下に仕える騎士に休みはないのさ。むしろ戻るのが遅くなりすぎるのではないかと心配していた。幸いにも何とか間に合ったようだがな。どうやって戻るん？ハエがすごいな。死体を調べ終わったらアナリエッタ様に拝謁するのを忘れるな。アナリエッタ？公爵閣下のことだ。時々つい口が滑ってしまう。私的な会話では名前で呼び合っているんだ。ただしパルメリンがいるときは言わない。慣れ慣れしくて無礼だと怒るだろう。商人や密輸業者、船乗りのたまり場になってる。トゥサンで一番うまいザリガニのチャウダーを出す店だ。ザリガニ食うんか。お、掲示板がある。あの怪物は勇気でなんとかなる相手じゃない。おお、これは。このかぐわしい香りは出来たてのパテじゃないか。その通りだ、ペイラック・ペイラン殿。その感覚はまだ衰えてないと見える。ご一緒できたら光栄だ。もちろんお連れの方もどうぞ。だがザリガニのチャウダーの匂いが少しもしないのはなぜだ？今日はザリガニが取れなかったからな。まだ知らないようだから教えてやろう。網に死体がかかってしまったんだ。いつもの通り夜明けに起きたんだが、今朝は血のように真っ赤な朝焼けだった。その死体のことでこの店に来たんだ。諸君がたった今同じ宅に誘ったのは、慈悲深き公爵閣下のお招きで遠い国からやってきた男だ。あの怪物を倒すという使命を帯びている。この宅には二人誘ったが、ペイラック・ペイランとのは猟犬というより脳詐欺と言えよう。となると怪物狩りをしようというのはもう一人の方か。一体どなたかな？名はゲラルトだ。簡素な自己紹介だな。ペイラック・ペイランドの影響を受けるほど付き合いが長くないのか。つまらん侮辱はなしにしてくれ。ゲラルトは熟練のウィッチャーだ。例の怪物の新たな犠牲者について聞きたいらしい。死体を見つけたのは俺だ。夜明けとともに起きたんだが、ベッドに座って窓の外を見たら血のように赤い朝焼けだった。思わず見とれてしまうほどで。質問しろゲラルト。このまま聞いてたら冬までかかるぞ。朝早く起きたんだ。網を調べに行って、それからどうした？ああ、俺はそれから家を出て。要点を話してくれ。ザリガニを取る網に死体が引っかかっていたんだな。それは分かった。何があったんだ？近くに誰かいなかったか？何か変わったことはなかったか？誰一人いな。他に目についたものは？言うまでもないが、赤い空以外でだぞ。俺が見たのは首だよ。目を見開いて紫の舌が飛び出てた。その横には手が浮いてたんだ。体は全部揃っていたか？あまりに恐ろしくて、すぐに全力で町まで駆けていって衛兵を呼んで戻ってきたんだ。邪魔をしないようにと言われたよ。引き上げるのは大変そうだった。網にしっかり絡まってて、結局網を切らなきゃいけなかった。死
体を調べたい。どこに運ばれたか知ってるか。船で川の反対まで運び、荷馬車に乗せ替えて、コルボビアンコの貯蔵庫まで持って行った。あそこなら涼しいからな。なんだって、コルボビアンコはロッセル男爵の領地だぞ。貯蔵庫を死体安置所にしたと知れたら、犬をけしかけられても文句は言えん。君が北方をブラブラしている間に、彼のブドウ園は競売に出されたのさ。あれは誰だ。今出て行った女だ。さっきまで気配がなかったし、店にいたのも気づかなかったぞ。リニスだろう。宿屋の主人の娘だ。だがそんなことはどうでもいい、ゲラルト。俺は大変だぞ。ロッセルのブドウ園が競売に出されただと信じられん。男爵が賭け事で借金を作り、首が回らなくなってたのは知ってるな。返済の期限を超えても払えず、債権者が不動産を競売にかけた。実際は公爵領夫が買い上げた形だ。ロッセルは今リコバルの兄弟の家に身を寄せている。ロッセルにはいつか身を滅ぼすぞと忠告していたのに、過去の栄光にすがってばかりじゃダメなんだ。とうとう債権者も彼の約束が口先だけだと分かったんだろう。そういう時代だな。今の騎士というのはかつての英雄たちの影のようなものだ。みんな言ってるぞ。怪物は神々が使わしたって、古いしきたりを守らなくなった俺たちへの罰だと。人々は怪物のことを天罰だと考えているのか。騎士たちは古いしきたりに背を向けた。本来の騎士は公爵領の守護者のはずなのに、今では自分のことしか考えてない。何を言う、無礼だぞ。話を聞こう。公爵は金で爵位を売り、悪党にも称号を与えてる。みんなが美徳を捨ててしまったから、神々の怒りを買って天罰が下ったんだ。こんなデタラメに耳を貸すな、ゲラルト。もうだ。最近民衆を煽り立てる輩が烏合のタケノコのように増えている。皆同じような嘘を主張しているようだ。怪物について他に噂になっていることはないか。神々の使いという説以外にだ。トゥサンの領民はバカじゃない。怪物が決まって守護聖人の祝日に人を殺すことに気づいてる。妙なこだわりだな。もてなしに感謝する。俺は死体を調べに行かなくては。コルボビアンコはこの近くだ。トーナメント会場のそばにある。道なりに行けば着くだろう。一緒に来ないのか。ああ、そうか。任務があるんだな。ただの任務じゃない。立つ前に閣下から賜った名誉ある使命だ。宮殿の庭で催される恒例行事で、今年は私が野ウサギの役をやることになっている。衣装を着た姿を見せたいよ。笑い死ぬぞ。ぜひ詳しく聞きたいところだが、また長話になりそうだ。この国の歴史や伝統の話に寄り道しながらでないと進まないんだろう。ここで別れよう、ミルトン。頑張れよ。はい、こっから自由行動できるっぽいな。で、サイドクエストもなんか受けれるみたいじゃな。まあ、いろいろやってみようか。ほら、面倒かけたな。またお役に立たせてくださいね。うん、サイドクエストしようと町に来たら。親愛なるゲラルト。元気？私の想像では厄介な怪物を追跡中か、複雑な呪いに悩まされてるってとこかしら。ああ、ゲラルト、一緒に旅をできればいいんだけど。トリスか。何で忙しくしているにせよ、きっと休息が必要になる。そういう時のために興味深い秘密を教えるわ。ナザイルから来た商人から買った古い書本で目にしたの。本にはボークレール出身のモロー教授という人物についてが書かれていて、この教授はウィッチャーの変異の研究を行っていたみたい。詳しくはわからないけど、それだけでも興味が湧くんじゃないかしら。本にはその学者が亡くなった時に一緒に埋められた日誌のことが書いてある。きっと研究所を見つける手がかりになるわ。本に挟まれていた地図を同封しておいた。シミで読めない部分はあるけど役には立つと思う。
気をつけて早く帰ってきてね。あなたのドリスより。ウィッチャーの変異に関する研究か、調べてみても良さそうだ。メインクエストじゃないの。65、結構レベル低いな。これやってみようか。とその前に掲示板見落としとったんや俺は。いい曲だ。掲示板、また任務増えるんかな。ラクセラビーか。調べる価値はありそうだ。いや、今回クエストいっぱいあるな、サイドクエストは。何か飲みたくてしまいそうだ。一応レベル低いものからやっていくつもりです。どれどれ。うわあ、いっぱい。若干レベル高めだね。